収量が増えてるけど大丈夫？はい、花代さんを見習って素敵な自分にならねばと最初は気負っていましたが、どんどん練習が楽しくなってきました。本当よかった。嬉しいな。このまま練習を続けていこうね。はい。そうなの？みんなでどんどん素敵になれたら最高だね。よし、今日も練習頑張ろう。はい。うん、これで少しでも抽選に当たる確率が上がってるといいんだけど。実は私が外れることで、そのスクールアイドルをもっと大好きな人が当選するなら、それはそれでいいのかなって思っちゃって。しおりこちゃんに見てほしいっていう気持ちは本当なんだけど、こんな気持ちでお祈りするなんてよくないよね。そうなのかな、神様はこんな私を見てどう思うんだろう。こんな気持ちで抽選を待つなんて失礼じゃないのかな。